っという間に12月です。もうイベント盛りだくさんのこの年末に人肌恋しい松原です。ああ寂しい寂しいよ。しかしそんな寂しさなんてぶっ飛ばす。今回は松原の持ち込み企画です。はい、どんな企画かと言いますと、日頃心配ばっかりかけている母に母の感謝の気持ちをこのアルメディアでしたいというものなんですが、さすがアルメディア様、今回ご協力いただけるということで本当にあざす。さあ、母の乗った直行バスがもうすぐここに来るっていうことなんですがね、なんかうまくいくのかな、緊張しますよね。あれだ、来た。どこにいるんだろう。あ、よっと久しぶり。ちょっと待って、すいません、 NG。 久しぶり久しぶり、元気だった。うん、元気よく来れたね。着いた、やっと着いた。なんか久しぶりだからちょっと照れますね。すいません、これお世話になってます。どうぞこれ受け取ってください。恥ずかしい、ちょっと何してるの。これお土産、うん、皆さんにあげて。だっていや、これは、後で買っていいから。そう、じゃあ後でお願いね、はい、お願いします。すいません、なんかごめんなさい。すいません。チェックインを済ませてお母さんと一緒にお部屋へ。あ、ありがとう。ここはメゾネットスイートセレネットスイートルームでございます。あー、素敵、すごい。なにこれ、なんか2人で泊まるにはすごい豪華すぎない？親子で豪華すぎない？ででん、バストイレ。バストイレ、すごいね。すごいでしょ。わからすぶりのそう、ガラス張りなんて。私が入ってる時覗かないでね。誰が覗くの。ちょっと恥ずかしいから。恥ずかしい、こっちが恥ずかしいね。いいでしょ、下がね、こう絨毯になってて、そうそうそう、なんか歩きやすくって滑らなくって。あ、見て、下下すごい、見て、なんか豪華な感じだね、やっぱりね。ねえ、ゆっくりとくつろげる感じで、うん、すごいね。なんか旅館とかホテルっていうかね、ここ触りたくない？なんかこう、何？すごく、何？バームクーヘン。すいません、アルメディアの方、ご協力いただいてるのに、スイートルームバームクーヘンなんて。美味しそうじゃない？美味しそう。すいません。もう、あ、ここはね、すごい寝室。あ、すごい。広いのね。そう、こちらが行きますよ。わー、素敵だね。ういっ、すっごい露天風呂でございます。あー、すごいね。これ入るの？2人で今日入る？入る。ほんと、わー、気持ちいいね、これ。ほんと、部屋についてる貸し切り露天風呂で。ほんとだね、うん、で結構広いじゃない、2人入っても十分、うん、へー、すごいね。あ、見て、だんだんとほら、あ、本当だ、明かりが入って、うん、夜景が綺麗だね、もっと暗くなったら、うん、高台にあるからね。だからこの夜景を見ながら、うん、あ、本当素敵だね。お風呂が、今日一緒に入ろうね。入ろうね。本当だね。夕食までの間、2人でグッドリフレクソロジーをしたり、館内をブラブラ見て回りました。